大谷翔平が、盗塁失敗。大の字で空を見上げた様子とは、米大、リーグエンゼルスの大谷翔平投手は22日、日本時間23日、本拠地アストロズ戦で2打数無安打4死球だった。4回に、試みた二投は、セーフのタイミングだったが、勢いがつきすぎて、ベースを離れてしまった。 大の字で落胆する様子をアップにした画像に対し、米ファンから笑った、彼は寝不足だと脚光を浴びている。大谷翔平が点を見つめた。0から2の4回戦闘。死球で出塁した大谷翔平は二刀を試みた。政府のタイミングでスライディングをしたが、勢い余って、 ベースから足を離してしまい、慌てて戻った末にタッチアウト、そのまま大の字になって上を見つめた。横から少しアップにした一枚の画像を、少し口を開け、がっかりした様子にも見える、落胆シーンの画像を、MLB 公式サイトのサララングス記者がツイッターに投稿。 MLB 公式サイトの動画コーナー、カット4公式、インスタグラムは、この投稿を引用する形で紹介し、文面に苦労すると綴った。2枚目には、アップにした画像を公開すると、米ファンから笑った、彼は寝不足だ、一週間疲れのピーク、MVP だと同情の声などが上がっている。 盗塁でもファンを沸かせるに投入延長12回を戦ったチームは5から9で敗れた。大谷翔平は2番 DH で出場予定支給攻めを乗り越えて2戦ぶり46号、なるか米大、リーグエンゼルス、アストロズ、23日アナハイムイコールエンゼルスタジアム、エンゼルスのスタメンが発表されて、大谷翔平投手は23日、 日本時間24日午前10時38分、開始予定。本拠でのアストロズ戦に2番 DH で出場する。アグンは今季12勝4敗。防御率3.11の右腕、マクラーズが先発。大谷翔平はこれまで15打数3安打。打率2割。三四球。5三振で。 本塁打は、打っていない。前日22日の本拠でのアグン戦には、3番、DH で出場したが、2軒を含むメジャー自身初の4死球と勝負を、避けられて2打数無安打。ゲレロ、ブルージェイズ。ペレス、ロイヤルズに並ぶ46号は打てなかった。最近は滅多に来ない、甘い球を、 ミスショットせずに捉えたい。エグンのスタメンは以下の通り。エンゼルス、1、チューマーシュ。2、D、大谷翔平。3、左ゴスリン。4、1、ウォルーシュ。5、3、メイフィールド。6、右ロハス。7、ホスズキ。8、 ユーレンヒーフォキュー。9、フレッチャー。投げ、カップイコール右、大谷翔平のライバル。ゲレロ、MVP は、自分と自身マイ記者に、大谷翔平人柄を絶賛。彼は、超謙巨エンゼルスの大谷翔平投手、27、と熾烈な本類打を争いを繰り広げている、ブルージェイズのブラディミール・ゲレロナイアュ 22がこのほどベースポーツ専門局 ESPN のインタビューに応じアリーグ MVP について自分だと思うと自信を見せた当局のマーリー・リベラー記者が22日土23日にドナイヤ州の単独インタビューの様子を収めた動画を自身のツイッターに投稿リーグトップの打率 三百二十三メジャー最多体の四十六本類だ。同様2体の百五打点をマークしている二十二歳は、同記者から大谷昌平とともに有力候補に上がっている MVP 争いについて問われると、開口一番。個人的には自分が MVP だと思っている。さらに、しかし、彼、 大谷翔平は本当にいい働きをしている。本類だ、トップタイのサルバドール・ペレスも本当にいい。誰が選ばれても僕はハッピーだけど、僕は自分が MVP だと思っていると続けた。質問はオールスター戦前日の本類だ競争の場でのツーショットにも及んだ。ゲレロが同期者を介して大谷翔平に、 写真撮影を依頼したことはすでに知られているが、自ら話しかけなかったことに、僕たちは野球選手としてお互いの空間を尊重し合わないといけないと説明。戦いに臨もうとしている彼に写真を頼みたくはなかった。だから、あなたが僕になぜ自分で行かないのかと聞いてきた時に、僕は、 彼のことを知らないからと言ったんだと。ダービー初出場の選手への気遣いだったことを明かした。同記者によると、大谷翔平はツーショットを快諾する一方で22歳の行動を不思議がったという。二人が収まった一枚は SNS で拡散され、話題となった。ゲレロは、 大谷翔平の人柄について彼はとても謙虚だ。特に自分の仕事に対しては彼は超謙虚な人と表現した。本類だ大争いは46本で並んでいるゲレロとペレスロイヤルズを大谷翔平が一本差で追う展開目標の数字を整われ50と即答したゲレロ リベラ記者が、大谷が49で、あなたが50ねと返されると、笑みを浮かべながら、多分ねと言った。次のオーディオビデオでお会いしましょう。